中ですね。嬉しそうですね。どうでしょう。いい感じですね。ねえ。今週はレースがあります。適正な5回中ですね。ですね。何かご用でしょうか。2番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは3番ミライが先頭に立ちました。そしてその後ろからオルレアン、9番レバーズガール、内を通ってスルスルとブルダトリガーが上がっていきました。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その後ろ3馬身くらいあってラバリーフリッグ、これが1番人気の5番グラッブイヤハート、そのうち4番カタノプリンセス、6番リーナ・フンテン、ちょっと離れて11番ミス・パスカリであります。スコーピオン・リリーがその後ろアイチャン・ルック、一番後ろに天聖富士であります。もう一度前の上がる大井競馬場、パタノプリンセス直線伸びてくるのかどうか。先頭は未来、ムチが飛んだ宇和島とラバリーフリック、パタノプリンセスが襲いかかる。ラバリーフリック先頭に立った。さあ先頭はラバリーフリックが半馬身リード、レマーズガールが2番手、レマーズガールが差を詰めてくる。先頭は10番ラバリーフリック、ラバリーフリック先頭、ラバリーフリックが勝ちました。レマーズガールは2着。次は頑張りましょう。1着当番、2着9番。レースを終えた馬が戻ってきました。中ですね。何かご用でしょうか？いい感じですね。適正な馬体重、何かご用でしょうか？何かご用でしょうか？今週はレースがあります。どうでしょう？いい感じですね。何かご用でしょうか？2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。ごまかしの効かない中京 2000m の舞台で各馬が飛躍を誓います。金鯱賞 2000m、 まずまずのスタートといったところであります。先行するのは何かメジオマントルが先手を取ります。10番東海トリック、ボーンキングがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。4番型のプリンセス、2番コイントス、そして6番手にスムースバリトンであります。それからカンファーベスト、ワンモアキャッター、どのように差を詰めていくか。そのうち朝霞フィート、3番京和スプレンダー、外から1頭、6番ヤマニンシュクル、そしてしんがりからダディーズドリームという展開です。さあもう一度、大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。旗のプリンセスは2番手、このまま抜け出すか。メジロマントルが抜け出した。ヤマニンシクル、ものすごい足。外からはカンパーベスト、カンパーベストがかわした。カンパーベスト先頭、3番手にヤマニンシクル、ヤマニンシクル懸命に追う。さあどうだ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 、朝霞フィートかカンパーベストか、これは際どい。次は頑張りましょう。1着、レースを終えた馬が戻ってきました。十分ですね。ますでしょうか。気合十分ですね。いい感じですね。適正な馬体重ですね。気合十分ですね。適正な馬体重ですね。ね、いい感じですね。今週はレースがあります。ますでしょうか。いい感じですね。何かご用でしょうか。2番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ダート戦線の有力馬たちが集う注目の一戦であります。スタートを切りました。12頭8番スターリーヘブンがちょっと立ち遅れ、これは逃げ馬だけにちょっと痛いで遅れ、先行するのは何か。10番カタノプリンセスが行く構え、そしてその後ろからグラップイヤーハート、それからコスモマーベラス。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。外を通って11番レバーズガール、内を通って8番スターリーヘブン、差が開いてサウンドザビーチ、これと一緒にキャニオンドリーム、6番天聖富士、その内からはエトワールフルーブ、ベルモントパティ、その外からは9番アイチャンルック、しんがりからセイエイシェーン。前でありますが前すごい競馬になっていよいよ直線、大歓声に迎えられてパタノプリンセス先頭フラップイヤーハート、懸命に追う間から1番フラップイヤーハート、先頭はパタノプリンセス、フラップイヤーハートが差を詰めてくる。パタノプリンセス先頭フラップイヤーハートがかわした。先頭安藤とフラップイヤーハート、1着フラップイヤーハート、番、3席、3番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。